こっちだ。わかるか？上のごとく下もしっかり。ここが正しい場所だ。だが何の正しい場所だ？十字軍は地下室の入り口を見える範囲に隠したはずだ。待ってくれ。ああ、見ろ。同じシンボルが地図にあった。これのすぐ隣。そうか、小熊座。北極星だ。夜空の不動の一点。あれを追って城まで行くのか？隠された入り口を示してるんだろう。見せてくれ。了解。さっさと見つけよう。スコープを使え。心配ないって任せろ。見つけた。よし、入り口を探そう。北極星の真下にあるはずだ。これだ。見える範囲に隠れてた。あん、ちょっと待ってくれ。早く急げ。ネイト、危ない。下がるんだ。うっ、急げ。ちくしょう。おい、お前ら急げ。こいつら行かれてる。なんてこと。こいつら何してんだよ。ここを破壊しちまうぜ。とにかく進め。あそこにワイヤーがある。あれで渡れる。やたらこっちの上ならいけない。来てるぞ。このままじゃここは。しつこいやつらね。すぐに移動しよう。よし、行け。よし、もう大丈夫だ。ファイヤー。来い、ナイト来るんだ。走れ。さあ、行くんだ。どこだ。おいおい、下だ。大丈夫か。道を探して合流する。気をつけて。ちくしょう。おいおい、こっちだ。壁を横切って。あの塔だ。サリーとクロエは大丈夫だ。見てみるよ、あそこだ。調べてみよう。いや、やめといた方が。来てないし。静かに行こうぜ。離れるな、奴らを捕まえる。俺が探す間、見張りを頼む。
さあ、こっちだ。おう、これは。そうだ、ああ簡単じゃないと思ってた。待てよ、千年前は倉庫じゃなかった。いやいやいや、違うんだ、何か見落としてる。おい、ちょっと待て。ゾウだ、わかるか。片手が上、片手が下。ああ。だろ、上と下だ。同じテーマの繰り返しだ。また手がかりのパンくずか。確かにそうだな。スコープで見てみよう。そうだ。どうも。おい、またあの記号だ。おそらく今回は空じゃなくて地上のどこかだ。待って、おお、そこだ。なるほど、上のごとく下もしかり。ああ、じゃあ今度はスコープを上に向けろ。何が見える？ああ、この柱だ、間違いない。よし、行って調べてみよう。途中でサリーとクロエに会おう。あっちにいたぞ。くそ、見つかっちまった。勝った、これ以上ここにはいられない。移動しよう。なんてこった、一体どっから出てきた。おい、サリーだ。シリーだ、捨てろ。行くぞ。ほら、あの塔から柱にたどり着ける。さあ、あいつらと合流しなければ。ああ、なんとかな。最後、分かったかもしれないんだ。二人とも大丈夫だな。お前らもな。よし、この壁だぜ。よし、地下室への入り口があるはずだ。ロレンスは日記に何て書いてるの？
何も。彼もここまでだった。先へ行けそう。象徴的に門には2本の柱が使われてるはずだ。なるほど。どの2本だ。それに門ってどこへの門？まあ別世界とか神聖なる地とか始まりの場所かも。それワクワクするね。多分別世界はご近所だ。ええ、そうね。いや、よこすんだ。よし、日記も渡せ。ありがとう。奴隷子を信用するな。俺、コトをさあな。撃つな。いないぜ。どこ行きやがった。おい、カッター、無事か。おい、カッター、なんだこれ。おい、見ろよ。おいおい、一体奴らはカッターに何をしたんだ。でも命を奪うつもりじゃないと思う。ちょっと何。カッター、俺だ。分かるよな。おい、先を急ぐぞ。いいな。触るんじゃない。触れ、近寄るな。誰も触ってないでしょ。あの針、何が塗ってあった。青の皮が剥がれてるぞ。ああ、何が塗ってあったにしろ、言っちゃってる。カッタ、聞け。どうした、大丈夫か。うるせえの。俺を連れてくのか。誰もどこにも連れてかない。いいから、私たちと一緒に行きましょう。行こう。床が溶けてる。ここにいちゃまずい。動いた方がいい。どこへ。ああ、とにかく地下室への入り口を見つけないと。そうか、じゃあ手がかり。さっきカッターが見つけたわ。何かわからないけど。魔術師の魔法の杖。おいおい、あの日記がなきゃ見つかるわけがない。待て、考えてみよう。よし、ヘルメティックはギリシャ神話のヘルメス、つまり柱で。それはみんなわかってる。知恵の七柱か。慈悲と瞬間の狭間に。待って、多分ずっと勘違いしてたわ。柱と柱の間じゃない、真ん中の柱ってことよ。バランスだ。何。カッターの方にあったわ。対極にあるものの間の中央の柱、黒と白の間、水と火の間、女性と男性の、つまり中道。中道を。これだ。サリ、手を貸してくれ。よし、行くぞ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。いえ、大丈夫、よかった。ついてきて。ああ、よし。上への道も下への道も同じだ。そうね。よし、来た。こっちよ。カッター、やめろ。やめろ。カッター。カッター。こいつ、殺す気か。カッター。カッター。カッター、やめて。離れろ。やめて。カッター、ネイトを殺す気。